その後、ボグド二階堂は手首と足首を縛られた状態でビューの端近くに座らされた。わ、突き上に飛ばされたらもう落ちるような感じのところで。ああ、でもなんか縛られたカレンちゃん見るのはなんか悪くない気分だな。ガラスすらなく突き落とされたらひとたまりもないだろう。興奮状態に焦るせいか、あるせいか、刺された腕に痛みはない。そんな、そういう問題じゃないからな、これ。しかし、気がかりなことがあった。なんだ？おい、ロー、どういうつもりだ？あ、でも、すぐに殺さんのがちょっと怪しいところ。ああ？なんで、奥や二階堂を捕獲しただけで、殺そうとしない。あ、ごめん、まだローは字幕被ってるわ。ごめんな。あ、でもこっち下げすぎか。でもこっちにして合わせたら下げすぎになるんだよな。ごめんな、ロー。目にちょっと被るけど我慢してな。ん？京介のくせに結構鋭いじゃん。おら、お前、俺のこと何だと思ってるのか。ニヤニヤしたローの表情を見て気づいた。お前まさか、町工事が狙いか。その時、わあ、タイミングよく、役者がタイミングよく出てくるゲームですね、このゲーム、お前。何らかの理由で、桜井くん、京介とカレンちゃんのことを残して、残りを殺そうとしている、ロー。そんな構図か。町工事が現れた。最悪のタイミングだ。町工事、来るな！うら、来た。おびき出された。町工事がこちらに駆け寄って来そうになったが、止まった。あっと、それ以上近づくな。一歩でも近づいたら二人を落とす。やめろ！緊迫した状況。ここにコナンがおればいいのにな、名探偵コナンは。江戸川コナン探偵様をやらんのか。いい顔だ。この状況、劇場版のコナンだったらどんだけ気抜けてきただろうか。お前はそこで黙って見てろ。おい、何する気だ。もうなおでやろうとしている。ローがナイフを二階堂の首筋に近づけながら町工場を見てにやりと笑った。ロー、やめろ。どうしてそんなことすんだよ。俺たちは仲間なんだろ。今こういう時だけでちょっと仲間扱いするのもどうかなと思うんですけど、まあその通りですね。仲間、お前が一番排除したがってたくせにどの面下げて言ってんだよ。正論である。ごめん町工事、これに関しては正論である。俺らがお前に何かしたのか。だから復讐がしたいのか。ちげえよ。じゃあ何が目的なんだよ。さあね、死んでほしいからとしか言いようがない。一体何がローの目的なんだ。全くわからない。なんだ、おいらが何をしたっていうのだ。町工事を狙っているのか、二階堂を狙っているのか。ただ黒間だと町工事も危ない。その時町工事が声を上げた。何？なんすか、なんすか、後ろなんすか、あるんか。え、もしかしてスナイパー狙ってるとか、赤い周一が狙ってきてくれているとか、そういう、あの建物あたりに赤い周一がおってスナイパーライフルこっちに向けてるとか、そういうことか。マジ、こうよ、お前目がいいな。何かひらめいたような顔をして叫んだ。犯人はロー。ローだ。うん、今頃か。うん、もう現行犯だからな、それ。現行犯だからな、言うとくけど。そうか、町工事はクロノス世界を終わらせようとしているのか。ああ、そういうことね。クロノ世界に犯人はこいつだって言って、じゃあクリアしました、終わりみたいな話にしようとしてるのか、お前。ああ、お前意外と頭いいな。でもそういう展開にはならんと思うぞ、俺は。この展開からして。BGM が不穏なものだからな、お前。これで、あ終わりだとみたいな感じでローが言いながらクロノ世界が消えていったらさ、それはそれで、ええってなるからな、俺。
だが何も起きる気配はない。無駄だ。どうして？犯人は確かに牢のはずなのに、なぜだ。僕も町工事同様に全く事態が理解できていない。なんか条件があるんか、あのドラゴンボールのナメック星のドラゴンボールみたいに、ナメック星人の言葉でないと反応しないみたいなのがあるんか。あくまで奇跡を起こすための世界線だから、ただ名前を挙げるなんてナンセンスなんだよ。全てを思い出し理解した上で。マジコージがローに向かってタックルした。やる。いいぞ。ダウン取った。彼は正面からそれを受け床に倒れた。だがローはすぐ体勢を直し、そのライフがマジコージを狙って光る。ローも身のこなしがうまいよなこいつ。なんか知らんけど、お前ブラジルあたりで歩兵として戦ったことがあるんじゃん。その叫びでローに一瞬だけ隙ができたように見えた。うわあ、お前町工事、お前名探偵コナンに出てもおかしくないような体術してる。ハイキックでナイフ飛ばすとか、お前名探偵コナンの住人か。お前名探偵コナンの世界の住人か。お前は町工事がその瞬間の隙をついて蹴りでローのナイフを弾く。おお、なんかすごいな。この絵をサムネにしたいってぐらいお互いが素早く距離を取る。町工事とローは再度睨み合った状態となった。京介みたいに楽にはいかねえな。逃げて、私たちなら平気だから。本当に？そうだ、このままでは危ないのは町工事だ。僕も町工事に向かって叫ぼうとしたが、必ず助ける。かっこいい。町工事は必死だった。ブラザー、助けてなんて言ってない、放っておいて。あ、カレンちゃんらしい言葉です。でもそれが町工事が聞くと思うか。町工事は何よりも友情を大切にする男だ。これほど熱い男がこの時代にいるか。他に多分東京中探せば100人以上はおるかもしれない。何その言葉を聞いた瞬間、町工事の動きが止まった。どうした？今の放っておいてっていう冷たい言葉が心に刺さったか。町工事、そういう女の子がタイプなのか、突き放してくるタイプの女の子が好きなのか。お前、マジ工事も何か思い出そうとしてる。この感じ、工場級で思い出すのはやめて。おい、どうした？もう嫌な予感しかしません。マジ工事、しっかりしろ。マジ工事、このまま意識を失ったらマジ工事が危険だ。すぐに牢にやられてしまう。なんだったんや。どうしたん、どうしたん。牢じゃないわ、マジ工事。あ、なんか知らんけど思い出したとかそういう系じゃないやな。助けなんていらない、早く行って。辛辣だな。ほら、置いてるぞ。黙れ。しかし町工事は覚悟のこもった様子で二階堂に宣言した。絶対に助ける。二階堂がハッとした顔をして町工事を見た。助けるんだ。助ける、どうやって。お前がここに来るまでに俺は二人を殺せんだぞ。殺す、本当に。お、やばい。どうして殺さない。いつでも殺せるなら俺の救助なんて怖くないはずだ。町工事が一歩ローに近づく。彼の表情から笑みが消えた。おおおお、彼が二階堂にナイフを突きつける。本当に殺すぞ。
前、俺がこの階に来た時に言ったよな。ほら来たって。お前は最初から殺す気はなく俺を待っていた。お？そう言い終えた瞬間に町工事は走り出した。ローが下打ちをしてナイフを構えた。破体ではなくその通りだったかもしれない。うわーおうわーうわーおー、俺の目の前にいるのは町工事ソータではなく毛利小五郎だったんじゃないかっていうぐらいすごいうまい背負い投げが決まった。これに関してはカレンちゃんもこの表情。下がれ。わあ、ナイフ奪い取った。いいぞ。ローはゆっくりと起き上がり、うっすらと笑みを浮かべて両手を上げ数歩後退した。すごい形勢逆転。ナイフをローに向けたまま町工事が僕の拘束を解いてくれた。ありがとう町工事。すごいなお前。若干これもネタキャラかなって思い始めてきとった俺がおった。カレンちゃんを、カレンちゃんはカレンちゃんのことも解いてあげてよお前。ローを見ていてくれ。あ、そういうことね。一旦俺のことを監視役としてね。僕はうなずき、ローの様子を注視する。少しでもおかしな動きを見せたら飛びかかってでも抑え込んでやる。町工事は次に二階堂の拘束を解いた。助けてなんて言ってないのに。ちょっと待って、この視線、後ろは？ローは？あ、ここにおるのか。わあ、お前らなんかいい雰囲気になってるな、おい。おいおい。おいおいおい。いいんだよ。俺が勝手に助けただけだ。うわ、一番かっこいいセリフ。それ一番かっこいいセリフや、お前。なんかこう見てりゃ町工事お前、よう見てりゃお前男前やな。え？ずっとそれを望んでいたんだ。ローを警戒しつつ、町工事の方を見ると体が淡く発光していることに気がついた。嘘だろ？このタイミングで消える？思い出したとかじゃなくて？これは神谷の時と一緒だ。町工事。なんだ？あれ？俺？ああ。消えるのか。なんでこのタイミングで？町工事は見たこともないような痛切な表情をしている。ローは特に何もすることでもなく町工事を眺めていた。襲うつもりはないようだ。なんでこのタイミングで消えるんだよ。消える条件って結局何なんだよ。二階堂、あの時はごめんな。助けられなくて。あの時って何なん？俺があの時ちゃんと助けてればあんなことにはならなかったのに。何の話をしているの？何の話をしているの君は。なんでお前らで話成立してんだ。わからんぞ。京介くんにはわからんぞ、お前。一体何の話をしているんだ。助ける？あんなことってなんだ。いや、俺があの時強引にでも助けていれば。二人のやりとりが理解できない。助けるって何からだ。でもその時の経験があったからこそ町工事は何が何でもって思ってこう今に至るんだろうな。いや、それよりも今は町工事消えるな。くそ、どうすれば。町工事まで失うわけにはいかない。消滅を防ぐ手立てはないか。何か。目の前の状況に混乱する僕とは対照的に町工事は落ち着いていた。自分の消滅よりももっと大事なことがある。そう言わんばかりの表情で彼は二階堂へと向き合っている。最後に約束してくれ。約束？
二階堂、二度となんかしないで。あ、クロノ世界、重要なところを隠してきてよ。編集を入れるんじゃない、クロノ世界。その言葉を聞いた途端に、僕の心と体はピタリと動きを止めた。聞き取れたんじゃ。わ、編集入れたんは、このプレイヤーに対してだけか。京介くんは聞き取ったのか。今、あ、聞き取れてないんじゃ。町工事は何と言った。わからない。聞こえなかった。いや、違う。理解が及ばなかった。え？町工事の声は、確かに僕の耳に届いた。けど、僕の精神が、その事実を認識することを拒んでいた。あ？京介くんのフィルター？京介くんの心のフィルターが、どうしたん？おい、どういう。二階堂は感情の読めない瞳で、町工事の視線をまっすぐに受け止めている。なあ、嘘だろ、町工事。そんなわけがないだろ。二階堂は、ららしただなんて、言ってくれ。嘘だって。編集加えるなよ。どうしたん？かせる声で、ことの真意を問いただす。けれど、僕の声は、二人の耳、届かない。すがい感と、焦燥かないに、胸をかきむしりたくなる。町工事は、消え去る際に、一瞬だけ、僕に視線を向けた。その目は、すまねえな、と謝っている。ようでもあったし、あとは頼むぞと、僕を鼓舞しているようでもあった。ささやかに眠ってる。頼まれたって困る。もしお前が言っていることが本当だとしたら、僕はもう。取り残された僕とロー、そして二階堂。今のは町工事から得られなかった返答を二階堂へと求める。否定しろ、首を振れ、あんなのはたちの悪い冗談だと言ってくれ。嘘だと言ってよ、バーニー。事実よ。何が？その一言が僕の心を深くえぐるのが分かった。あまりの衝撃にしばらく動けなかった。近っ。お前、じゃ、さらっと近づいてきてるな、お前。心が静かになって、徐々に入り混じった感情がどっと押し寄せてきた。二階堂、二度となんかしないでくれ。どうして、そんなこと。まあ、待てよ。僕が警戒を怠った隙に、ローがすぐそばまで寄ってきていた。俺は気づいてましたもんね。あれ、ちょっと近づいてるなって思ってましたもんね。あら、身構えたが、ローは襲いかかってくる様子もなく、僕と二階堂の間に悠然と割って入ってくる。ようやくだ。この状況をずっと待っていた。何？待ってたって、どういうことだ。屋上に行こう。空が近いところの方がいいだろう。なあ、二階堂。黙って。触れないね。待て、待てよ。ちゃんと説明しろ。そうだ、京介くんだけ置いてけぼりにされてるんだ、これは。何なんだ、この状況は。ローは俺たちを殺そうとしていたんじゃないのか。
どうして今は普通にしている。もし殺すつもりがなかったならどうして神谷のことは刺したんだ。ローは少し感慨深そうに息を吐き言った。とうとうたどり着いたな。待ち望んでいたこの時に。ああいいぜ、焦らなくても全部教えてやる。教えてくれ。カレンちゃんのバストサイズはいくつなんだ。俺が何をしているのかも、二階堂の話も、この世界が何なのかも全部な。とうとう分かる時が来るのか。葛藤。次回、黒の世界明かされます。え、下手くそやな。To be continued。